せんべいだってやったことある人生で一回。ここでも俺もう一人の聞いてきてる。せんべいやったことある。関係悪すぎんだよ。何したんだよ心の中の自分に。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのけんです。酢飯の凹凸に米をつける担当のさやです。酢飯に凹凸なんてあるんですか？酢飯だって米の塊だから凹凸くらいあるじゃないですか。でもそこにあえて米をつけてることによってさらに凹凸を生んでいくという、これが変換のり。なんでなんで最後哲学言ったんですか？直角で哲学の凹凸にするのということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか？ほかほか茶碗蒸しの間を差になって取り抜けよう、ゲームコーナー。うーじゃねえんだよ。始めんなゲームコーナー急に。これほかほかの茶碗蒸しの間を差に乗ってこう通り抜けるんだけど、ほかほか茶碗蒸しから湯気が出てくるから、それも読んでね、こう呼ぶけなきゃいけない。すげえ昔のブラウザゲームみたいなということで今回ですね、こちらでございます。どっち、はい、ドット点でございます。もうね、はい、これね見ただけで待って、なんでアローラディグダに気づいてるの？何かに点って聞いてアローラディグダは潜ってるお前。まあ、ということで今回やっていく企画はこちら。デドディ、プロの絵師が1万個の点使ってお絵かきしてみた。ふーガビガビになるまで。1万個の点、この時はそう思ってたんです。でもまさかあんなことになるなんてこの時は思ってもいませんでした。ということで点描ですね、いわゆる。聞いたことあるですよね、はい、皆さん聞いたことあると思います。点描っていうのは実際本当にあの点だけで、もうこれだけですよ。これでトン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 。今回はしっかり数えようと思ってこんなもの用意しました。デドディー。はい。まあ、ということで、このカウンターを用意したんですよ。そう、これで押すだけで。はい、そう、押したらこうやって数えていけるのよ。そう、だから今から、はい。こちらでカウントしながら、1万まで数えるまでお絵描きやめれませんということで。タイトルをさっき1万でやってみたって言ったけど、最終的にはもしかしたら1万以上打ちましたっていう結末があるかもしれんし、まあ、ないかもしれんし。まあ、点描どんどんね、下書きなしで点点点って打ってっても面白いとは思うんだけど、うん、今回あの、下書きはもうすでに用意してます。こちらでございます。せーの。はい。ゲンさん結構書くとこ多くないですか？それなんかあっさりしてない？いや、そう、なんか1万ってどうなんだろうと思って、ちょっとこう、なんか私髪の毛って書き込みたいと思ったから、はい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 、書き込み場所も用意しつつ、全体はあっさりにしようかなと思って。あー、なるほどね。ということで、じゃあ早速やっていきたいと思います。じゃあ今回このね、点を打っていくのはミリペンでひたすら打っていきますよ。私そう 0.05 の細さのね、はい、ペンを使っていこうかな。お、さやも 0.05 でいく？拙者もな。じゃあ僕も 0.05 でいきます。オッケー。んー、これさ、最初さアウトライン取っとかないとさ、絵が全体見えないよね。どうなんだろうね。でもそもそもさ、点描ってあんまりアウトラインをやるような技法じゃないからさ。でも早い、もう私さ120なんだけど。え、314なんだけど僕も。嘘、親指返り気じゃん。どういうこと？あー面白い。あ、でも楽しいなこれ。でもね、何が一番難しいって、絵を描くのが難しいんじゃなくてね、両手を同時に動かすのが本当に難しい。いや、そう、これ、うん、数えてほしいもん。なんか点で描くと儚げになるね。なんか今にも崩れ去ってきそう。さよなら、また会いましょう。なんか軽いな。未完成は防ごうと思って。はいはいはい。ここ書いてねえじゃんっていうの、ブックオフなのに本ねえじゃんみたいなことにならないように。懐かしいな、そんな。点描なのに点ねえじゃん。それは点描じゃないだろ。それは違うだろ。ゲンさんなのに服着てんじゃんみたいなところで、なんだゲンさんなんだと思ってる。着てるだろう。だってこれってあれでしょ、 ここしかないんだ。肘から上つけてる。肘から上つけてない。あの撮影用ね。結構楽しいね。ね、あの左手のこのカウントさえなければ多分もうちょっと楽しめてると思う、うん、ね。多分これあれで、あ、能力解放をさ封じられたさ強キャラの気持ちやん。これさえなければもっとこの戦いを楽しめたのにねって、そういうやつだよ。かっこ悪いな。あ、見て1000超えました。さやさん、貴様は？え、貴様1600超えてんじゃん。はい、一つの事実が判明するんだけどさ、うん、1万足んないわ。確かに1万足りません、無理です。
姉さんそこだけで1600打ったの？そうだよ。やば、終わるわけなくない？私筋トレ線作っただけなの今。あ、生徒僕で全然やり方違うんだね。これ10万個の点に変更してもいいですか？企画タイトル。ダメっす。ダメっすか。でも俺は、この絵完成させたいんで、やるっす。部長、自分夏、毎日撮るんで。俺たちの夏は終わった。終わったんだ。何があったんだ、今一瞬で。天平だってやったことある人生で一回。ここでも、俺、もう一人の僕。聞いてきてよ。天平やったことある。関係悪すぎんだよ。何したんだよ、心の中の自分に。待って、一個気づいた、みんな点描を打つより左手でカウントする指のが疲れる。それな、左手検証になるかもしれない、右手はならないのに。カウント係雇いたい。カウント係の人が検証員になったらどうするの？ごめん、検証員のこと考えたことあんの？カウント係のことは考えてやんねえのか。あ、みんな見つけた。おぉ、ちょっと貼っとく、ここに。これ、ここに貼った方がいいよ。マステマステ。なんでここにマステ貼った何なんこれ。どう押さえ、ほらこれ。あ、ほんとだ。こっちの方がやりやすくない？さっきと違う筋肉使ってるからってだけかな。わかんない、もう。何が正しくて何が間違っているのか。僕は一体何を指標にしていけばいいのか。やめて、15巻くらいの主人公。15巻くらいの主人公。これ SMMR で行こうぜ。まさかみんなでさ、そう、きっとこのカチャカチャをなんかずっと多分ね、同じことが均等になってるって多分癒しの効果ある。確かに。え、じゃあちょっと今から実践してみようよ。いいよ。お前の豆腐が香るとき、貴様のあんこが沸騰するぞ。ほか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 。温まるがよい。お前の豆腐が泣き叫ぶとき、私のあん。何も集中できねえよ。なんだその奇妙な歌。頭おかしくないぞ。枯れちゃったな。どうする？頑張る？あー、もう無理。あー、無理だよ。何グデ玉みたいなの言うの？何そのグデ玉さやさん。腹立つ顔してる。いや、もう無理かも。姉さん、マジでもう無理かもしれない。あー、やめてよ、やめて。指さやちゃんが。大丈夫、みんなの心の中で生き続けるよ。元気いっぱいになって帰ってきた。みんなも自分の手に指さやちゃん買ってみてね。食欲かかるよ。何食ってんの？その人の生命力。怖いよ。一番食っちゃいけねえもん食ってんじゃねえかこいつ。でもなんか天平面白いな。いや、打てば打つほどなんかしっかりさ、ね、形になってくるのは面白いね、うん、ちなみに僕今7500まで来ました。うそ、開始34分で7500なんで1万じゃ全然足りない。どこの名前はマメクエくんっていうんだ。気になるな。この謎を解くのは画面の前にいる君だ。だからなんでだよ、ハイントぐらい出せよ。押しめるなよ、そんなノーヒントこんなんねえだろ。コナンズヒント、興味。ビビ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 ビ。最近アニメコナンさ、見てないからさ、あ、ゲンタの声が全然頭に出てきた。ゲンタふわふわ。あ、超えてた。あ、超えてる。46分時点で1万なので、今後僕はこれで平均値を出すので、完成時にはここから算出します。やった、左手が自由だ。うわー、解放されてる。嬉しい。ずるい。指さやさんとか作ってたもんだから、こんなことに。君の行動が招いた結果だ。怖いよ怖いよ、ゾンサイさんになってる。あと500、500、500。クラシアンシンクラシアンじゃないから。呼ばないで、なんで水回りのプロ呼ぶんだよ今。やっぱこうね、涙がこの蛇口止めてくれないかな。なんでクラシアンの人口説こうとしてんの。お、さやさんもついに1万いきそう。あ、超えた。お、やった。お疲れ様です、さやさん。皆さん54分のところで1万を超えましたね、はい、さあということで、じゃあ改めてタイトルコールを今から言い直させていただきます。プロの医師が初めてやる点描、完成するまで点って何個必要なの。甘え。はい、ということで見積もりが大幅に甘かった点描絵描きでございますが、もう甘々すぎてね、もうキャラメルソースもヘドロになるぐらい煮詰めちゃった感じよね。そうでしょ、キャラメルソースそもそもヘドロっぽいのに。いやー、点々描いていきますわよ、はい、ゴリゴリ描いていきますよ。はい、
まあでも本当にね、思った以上に影を表現するのに点が必要なのよ。いやそうね、黒を表現するのに。だ今回使ってるのが基本的に 0.05 っていうすごく、うん、はい、細いタイプのミリペンを使って、すごいちっちゃい、はい、0.1 と 0.05 かな、うん、途中で若干ちょっとね、うん、1でも 0.1 でもいいんじゃないかな、そう、ね、いやもう、うん、2でいいんじゃないかな、太すぎだろ急に、3、4っていう誘惑もありましたけどね、はい、ギリギリ耐えましたね、ギリギリ 0.1 で耐え抜きましたねこれはね、はい、そうね、細かいやつでね、でもよりやっぱり繊細にやるなら 0.05 とか、うん、まあ、0.1 とかでやった方がいいんじゃないかなということで頑張って、はい、もう編集もねスタイリッシュな感じでかっこよく、なんかこう昔の80年代みたいな感じですけど、ね、なんか映画っぽいわ、かっこいい、いや点打ってますわね、まあ、どんどん時間ばかりが過ぎていくんですが、エモいわサイさん今回がね、はい、この子はね、通称マメクエくんなんでね、うん、これ一個一個の点は全てマメであるという、あ、マメの集合体なんだこいつ、あ、そうなんですよ、マメのせいなんだ、マメクエくんはやはりマメであって、いや怖っ、マメであり、マメで、マメのために生きる、誰だよ、ほら髪の毛もねすごい、髪の毛描くのすごい楽しくて、はいはいはい、そう、でも一番ここでしんどかったのは、うん、植物ですね、後ろの植物が一番密度高いもんね、さやのこの絵の中でね、これは一応ね、マメクエということでね、エンドウ豆の、ね、あーそうなん、はい、お花を描かせていただいたんですけど、なるほどね、あ、ゲンさん今眉毛潰しましたね、あ、はい、眉毛が嫌だったんですよね、ねでもメガネのさ、はい、メガネのカジュアル感がこう、うん、いいですね、そうね、今回ちょっと感情は出したかったのよ、ちょっとだけね、うんうん、ただ眉毛のせいで感情が出すぎたので、やっぱりやめました、嬉しさが出ちゃった、うん、ちょっとね、うん、感情が出てきちゃった、いいことあったんだろうね、そう、ちょっと隠したかった、それはやっぱり、ほらさやさん徐々にできていきますよ、さやさん終わりじゃないですか、そろそろイエーイ、ゲンさんもう絶望してますからね、いやそうそう、ゲンさんこれから孤独の戦いが始まる、あ、始まってる、始まってる、あ、始まってる、ここ一人ですよ多分、孤独っぷりカメラで、だって一人で抜いてますもんね、カメラだってもういないもんね、うん、右側の人、いやでもこうね、白で残すっていうのをすごい意識しながらやったので、うん、メリハリはついたんじゃないかなと思うが、しかしよ、真実は天のみぞ知る、いや俺だよ知ってんの、ということで終わりました、お疲れ様です、いやマジでね、意外とかかった、うん、1万なんてもう、もう1万じゃ足らないよ、七五三だよ、本当だよね、うん、七五三ようやく迎えましたみたいな、はい、全く成人してませんでした、1万個なんて、いきます、せーの、でどう、うわー、お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様でした、マメクエくんですよ、これマメクエくんね、ちょっとマメクエって書いてあるでしょ、はいはいはい、あ、いい感じ、でもさやのがだいぶ早く終わったね、そうね、私はね、うん、大体240分ほどで、240分、はい、で私、うん、大体54分の時に1万個になったので、はいはいはい、まあ大体240分だと4万、あれ待って、僕ちょっとさ電卓取って、おそらく、うん、分かんない、正確には全部数えてないけど約8万個やばー、でさやさん2倍以上の点で作られてる、まあ、確かに、でも各面積がちょっと僕多かったから、うん、今回そうね、いや調子乗ってさ、いつものコード書いたろうみたいなやったらこれよやばい、いやまあ結構いい感じになったとは思うんだけど、うん、いい感じ、これは疲れた、いや楽しかったね、でもそうね、大変だったけど、普段やらん感じだから、はい、でも最終着地点、うん、だいたいこのぐらいのイラストを描くのに4万、はい、8万、はい、さやあれだね、なんか後ろの植物の方のが点多そうだね、いやこれ植物めっちゃ大変だった、ね、葉っぱとか、うん、いやでも地味にね、これあとね、もう一個は、うん、ゲンさん途中で、はい、眉毛がどうしても気に食わなくて、うんうん、そうちょっと表情がつきすぎたなと思って眉毛消して、うんうん、なんとも言えない表情の女の人がこうメガネをクイッとしてるみたいな、ここにも顔あるしね、そう肩に実は顔がある、サチエです、誰だよいやー頑張った、お疲れ様でした、お疲れ様でした、はい、皆さんも楽しいので、結構この影と光を意識しながら作らないと絵にならない、そうそう、ちょっと工夫をしていく必要があるので、だからね、いろいろやってみると案外発見が多いかもしれないので、はい、時間がある方はぜひやってみてください、あの右手のスペアがある方におすすめですね、うん、どういうことで誰もいねえだろ